革袋あれ回収しなきゃ。けどこれ高級仕様じゃなくなっちゃうんじゃない？これ取ったらいいかな、大丈夫かな。あー、まあしゃあないか、しゃあない、これはしゃあない。1個しかないもんだって、これは、これは1個しかないもんな。壁掛けをこうだ。よし、どうや？オッケー。おい、ロッシー。はい。できたよ。うん。これなら前よりいい感じの道具が作れそうだぜ。だから、それ、左側でやってんよ、それはもう。何でも言うぜ。確かに道具ってのは便利だし、仲間と暮らすのは楽しくなくもね。だがな、ほどほどにしておかねえと、魔物に目をつけられて必ず潰されちまう。ロロンドにいくらそそのかされても、これ以上町をでかくするのはやめた方がいい。町を発展させる、させすぎるとあの化け物が必ずやってくるんだ。その昔、メルキドの町を滅ぼした巨大なゴーレムがな。なるほどね。臆してるわけだね。臆してんのな。あ、任せろよ、ロッシー。そんなゴーレム。得手が、得手が、この、大木槌でよ。大木槌で。こうやってやっから任しとけ、こうやって。こうやってやっから。覇気をまとって、ゾロみたいにさ、やるからさ、こうやって。聞いてねえな、あいつ。で、もういいよね、じゃあ。じゃあ、これさ、バーン取ってさ、向こうにつけに行こうよ。こっちの方が絶対いいでしょ。だってあのこれもあるし、これこっちにつけようね。ほら、うん、でよ、宝部屋、宝部屋ここにしよう。宝の間、宝物庫ね、宝物庫。うん、こんなもんかな。ちょっと食事、食事。あとはもうロッシもペッパーも出てないし、ビリンもアイコン出てないよね。うん。ってことはまた討伐か。よし、じゃあ一丁やりますか。てか、あの兵士気取りマジで一睡もしないんだね。さすがにちょっと心配するわ、それは。ちょっとぐらい寝ようぜ。なんでおっさん、ノグソか。大変だ。どうやらまたもう魔物の軍勢が町に攻め入ろうとしているらしい。今の我々には意地の守りもある。以前より強い武器もある。しかし油断してはいかん。武器や防具、道具をしっかり整えて OK。 ちょっと待って、あー、ちょっと待って、ちょっと待ってよ。あ、間違えた、間違えた。もう銅の剣装備させてよ、ちょっと。もうコンボもういらない、捨てる。で、もちろん装備を、銅の剣装備。おっしゃ、どっちから攻めてくる。来てるよ、来てるよ、しこいよ。バカめ、バカめ、勝手に死ぬがいいわ。あ、やばいやばい。よし、よし、ため攻撃、ため攻撃。でゃあ、よし。ほれ。
もう石の守りめっちゃいいね。あれもう終わったの？楽勝じゃん。うん？楽勝だよ。もうほっとっても勝てるよこんなの。ダメージウォールがあるもんだって手には。来いよ。余裕ですけど、ちょ、みんなどこ、みんな何してんの？兵士気取りとか。もういつも通りの暮らしをしてるね、みんな。うん。大丈夫、もうここでみんな自滅して、自害してるから。うん。自害。これだけ拾っとこう。うわぁ、早い！うわ、びっくりした！なんじゃこいつ！でけえ！でかいけど、まあ余裕。うん、全然届いてないよ。あれ、やっぱそこはダメなんや。へ、あの、無理しなくていいよ。兵士気取り勝手に死ぬから。ほらね、なんか落とす？もう落とさないね。旅の扉赤。おお、おー、やったね。なんか来た、またまた坊主かよ。坊主か、おっさんか。なんでこんなさ、おっさんばっかり集まってくんの。何見てんの、ちょっと。なんなん、なんなん、マジで。この光の柱に、綺麗な建物にたくさんの人、これが噂に聞いた町というものでしょうか。この前まさかまさかあなたがお作りになった。はい。ここは巨大なゴーレムを守り神として栄えたメルキドの跡地なのですね。ショーター。ああ、翔太。何の取り柄もありえませんが、クズじゃねえかよ。とっておきのクズじゃねえかよ、お前も。うん、お役に立つ情報。はい。はい。掃除でもしとけ、掃除でも。ビリンが、あ、なんか着替えようとしてる。早速か、お前。来て早々着替えるか、お前。あ、ベッド大丈夫だよな。ペッパー寝ないから、あそこでいいよな。ここだって、ビリンの部屋になってるから入ってこないよね。大丈夫だよね。うん。てか、また新しい場所に行けるようになったんだ。ところで、てか、私、この頃、料理に凝ってるの。最近は新しい料理を開発したくな、したくて、うずうずしてるんだ。私が考えたのは、キメラのくちばしにバッタと桃柿を入れて、青い油と土で煮込んだ、料理なんだけど、ロッシに話したら、そんなの食べたら死ぬっていうの。だから、てこ、好きな料理を考えて私に作ってくれない？てこは、ロロンでみんなの依頼で、忙しいと思うし、極めたら、でいいからね。うん？どういうこと？どういうこと？ちょっと話がよく分かんなかった。もう一回、もう一回聞かせて。うん。物知りのショーターから来た。あいつ、あいつそういうポジション？物知り系？物知り系男子？ドムドーラって場所には昔有名な料理人が住んでた。その人を探して話を聞けば新しい料理。うん。ドムドーラだって。なんかカレーっぽい名前だね、なんか。うん。あ、わかった。じゃあ、一回ドムドーラに行けってことだろうね、これは。うん。で、ロロンド。何君たち。君たち、何してんの？必死か。ロロンド。ロロンド。ロロンド。
素晴らしいぞ、新たな旅の扉を手に入れたの。実はないというか、新しく町に来た旅の者ショーターから以前話した伝説の鍛冶屋ユキノフの子孫とされる男の居場所を聞いたのだ。新しい旅の扉をくぐれば、ググればその男がいる場所にたどり着けるかもしれん。町に鍛冶屋がいればより強い武器や町を、守る設備も作り出すことができるであろう。もう石のあれで十分だと思うけどね。うん、旅の扉をググり、その男を探してきてくれ。はい、ドムドーラとなんかその子孫だね。オッケー、ちょっと傷薬作ろう。傷薬作ろう。よし、で、赤い旅の扉、旅の扉ちょっと街の中に入れとくか、なんかあれだし、なんか横に並べてさ設置しとこうよ。ここら辺とかいいんじゃない？うん、横に、うん、よし、来た、はい、じゃあちょ行きますか。うん、ちょ食べ物が少ない気がするな。焼ききのこをできる限り、うん、焼ききのこ、目玉焼きも、目玉焼きけど1個しかない、なんかモンスターの卵1個しかない、まあいいか、作っちゃった。ビリーなんか作ってくれた？持っていこうか。よし、じゃあ行こうか、行こう、いざ。ドムドーラとユキロフ、宝箱を見逃さない、今回は見逃さないよ。初めての導きの玉、赤い玉だ今回は。これ砂ブロックかな、砂ブロック、あ、サボテンもある。これ絶対なんか使う、サボテンが浮いた、サボテンが浮いちゃった。これ食らうんでしょどうせ、触ったら。うっ、食らわない。うわー、でかい、足元がガラ空きだぜ。回転、もうおっきいサソリ倒したから、こんなん全然怖くないよ。うん、怖くない、こいつのほんと3倍ぐらいあったからな。え、めっちゃ来るやん、めっちゃ来るやん。一角ウサギ、あぶねえ、あぶねえ、怖えな。ストライクショットしてんじゃねえよ。あぶない、あ、痛い。なんかジャンプしたら避けれそうだね。生肉、うさぎステーキ、お、これなんか部屋なんじゃない？いや違うな、宝箱がある、宝箱があるタイプのやつだな。ここ登っていこう。壊すのはいいけど、壊したら登れんくないかこれ。ああ、難しいな。ぶっ壊しじゃこんなの。あ、来た、あ、痛い、
あ、痛い痛い痛い。ちょっと強なったんだ。強なったな。これ、普通のゴーストじゃないぞ、これ。メラゴースト？メラゴーストは違う。あれはメラ、あれは違う。あれはもっとマネマネみたいなやつ。ご了承。よし。回転3位。ここ隙だらけ。よし。山本さんね。ちょ、松明置いとこう。なんかここなんか登りにくいな。変に崩しちゃったしな。なんかブロックさ、いっぱい崩したのになんか手に入れてる数が少ないね。持ち物。土ブロック。あれ、もう土ブロックない？もしかして。あ、これをずっと拾ってたのかな。一応持って帰る。ちょっとは思った。粘土。粘土なんか、まあいいか。これ、どうせここにいっぱいあるし。おい、なんもないんかい！なんもないんか、くそが、くそが。いや、待てよ。これは、まさか、サボテンフルーツ。やっぱり、ちょっと違う。なんか赤いなと思ったもん、なんか。怖そう。何？マーブル、あ、砂か。こんなぐらいにしとこう。マップずーっとこっちにしか行けないね。Qマークは右なんだよな。上行って右か。なんか宿取るとこないな。倒そう。回転。いやー、慣れたね。うん、慣れてきた。だいぶ戦闘も慣れてきた。こっちはなんもないな。あとは高いところから飛び降りる癖をなんとか直していかないとな。これジャンプしたら避ける。ううジャンプしたら避けないんじゃない、これ。やっぱジャンプ、ちぃ。どうした。君が長老が言っていた得てこうって人間だね。僕は人間が大嫌いだけど、長老が君を助けてやれってうるさいんだ。長老の命令じゃ、仕方ない。君は道案内だけ、あ、君に道案内だけしてあげるよ。うん。あ、はいはい、ドムドーラ。探してる。料理人。伝説の、カレー職人。大木槌の里にはいろんな素材がある。興味があるならいろいろ探してみるんだね。ああ、わかりましょう。探してみるんだよ。井戸壊せるかな。壊せるじゃない、壊せるじゃないか。ちょっと待って。あれは勝てるのか。